さあ、広島県民の皆様、こんにちはね、えー、はるはるいろいろなところからやってまいりました井貝則之と申します、ね、東京に住んだり愛知に住んだりいろんなところそして、えー、大学では京都に住んでたりしていますね、えー、この度ご縁があってあここの位置、はい、この度ご縁があってね あのー、もう選挙の方に立候補させていただきました NHK 党さんの方の公認をいただいて立候補させていただいておりますさあ,、えーまあ僕の場合どちらかというと、あのー、皆さんと共に作り上げる政治を目指しています、えー、なので、まあ、僕の主張いろいろあるんですけれども皆さんがこうしてほしいこうしてほしいという声があれば、ね、あのもうそんなの自分の意見なんてどうでもいい いくらでも買えます、ね、皆さんが喜ぶ、皆さんがワクワクする、皆さんが幸せになれる国を作るためなら、僕の首相なんかどうでもいいです。ね、あのどんどん意見をお寄せください。もうこの日本をみんなで変えましょう。なので、SNS や、ね、意見箱を、ね、どんどん設置していこうと思います。えー、積極的に意見をくださいいいいそのの中で、まあ、これがいいなっていうのと あの皆さんの皆さんが本当に良くなるなと思ったものをあのできるだけ国会の方に持っていこうと思いますさあそしてこの選挙自体ね政治も祭りごと祭りと書きますなのでまずこの祭りの始まり選挙盛り上げていきましょうね祭りを楽しむのが日本人のね気質ですなのでここからレッツショータイムね どどんどん楽しい祭りに変えていきましょうそしてこの日本を変えたいと思うのであれば僕という人間に皆様の貴重な1票をね掛賭け金として賭けちゃいましょうここからはレースですよ、ね、あのどうせなら見返りが大きいかもしれない、ね、あのもう変えるなら変えるなら僕ですその自信だけはあります ね、あのこのままが続けばいいという人は、まあ、あの僕以外の人に入れてください、えー、なので、えー、ここから日本をもっと住みやすく楽しく変えていきましょうですから、ね、これからの時代、ね、どんどん乗っていこうと思いますので SNS やっと公認マークツイッターの方つ着きました伊開紀之の名前であのまだフォロワーね あのー、2桁ぐらいですけどどん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 フォローしていただいてで、あのー、この選挙期間にね、えー、どのようなことをしていたかその辺りも、えー、動画などでどんどん紹介していこうと思いますなのでもうこの政治自体、ね、皆さんね「何々劇場」とか政治でいろいろ言われるそしてそ,、あのー、そういう時に皆さんは楽しんで見ていると思いますなのでもうここから政治もあの閉鎖されたもので政治家が勝手に あの政策を決めて、はい、決めたからね、もうこれから従ってくださいよではなく、ここからねエンターテインメントとしてね、ね皆さんが楽しめる政治をねやっていけたらと思います。なので、ここからは、僕と皆さんで作るショータイムです。さあ、皆さん、お力をお貸しくださいイイのでした